こんにちは、ソニーの富谷です。今回は最新事例を交えながら材料解析技術を学ぶ4として結晶配光と分子配光を調べるには有機半導体の事例を交えながらお話したいと思います。有機半導体、有機エレクトロニクスへの期待ということでここに示しました。まず一つはデバイスの薄膜フレキシブル化ということで、低温プロセス、200度以下ですねが可能であるとか、有機材料が柔軟性、柔らかいということでウェアラブルあるいはフレキシブルデバイスに用いることができます。二つ目としては分子の優れた選択性による性能向上ということで、エネルギー順位の利算性、分子の配光、反応の選択性といったことが挙げられるかと思います。3つ目は印刷によるデバイス製造の低コスト化、大面積化ということで、これまた同じように低温プロセス200度以下っていうのが可能であるといったようなことや、あるいは有機材料の可用性といったようなことが、利点となってこういったことが可能かと考えられます。実際有機半導体を使った、製品というのは世の中でも出てまして、皆さんよくご存知の有機 EL テレビ、あるいはですねカメラのビューファインダーやXR ディスプレイなど用いられる OLED マイクロディスプレイ、そしてまだ研究開発途中ですけれども有機材料を使ったイメージセンサーなどが挙げられるかと思います。さてこのような有機半導体なんですけれども、有機半導体薄膜における結晶分子の配光性の重要性についてお話したいと思います。この前のページ、もう一度前のページに戻りますけれども、この2番目の分子の優れた選択性による性能向上ということで、分子の配光選択性ということで、ここが重要なポイントになります。もう一度繰り返しますけれども、有機半導体薄膜における結晶分子の配光の重要性と、多くの有機半導体は違法性を有しています。右側に示しているのがベンゼン環が5つ重なったペンタセン、典型的な有機分子になります。違法性を有しているということがわかるかと思います。また電気的光学的な特性というのは分子配光に依存します。実際に π 共約面、こちらに示しましたような π 共約面にが重なる方向は電子運が重なるためにキャリアの移動度が高いと言われています。例えばある基板の上にこう立っている場合ですね、このペンタセンが立っている場合、こちらの方のキャリア移動度が高いというふうに考えられます。また基板が寝ている場合ですね、こちらの方のキャリア移動度が高いと言われています。このように結晶や分子配光の制御というのは有機デバイスの特性向上に非常に有効だということが分かります。したがってこの結晶分子配光をきちっと解析評価するということは非常に重要かということがお分かりかと思います。それでは次にですね、この結晶の配光をどうやって調べるかということについてお話したいと思います。そのためにはですね、さまざまな方法がありますけれども、X 線解説を挙げたいと思います。X 線解説は、結晶性の物質に X 線を照射することによって、結晶内の原子の種類と配列により、特定の方向に X 線が解説される現象です。有名なブラック条件、2dsinθ=λ ですね。D というのは結晶格子の面間角、2θ との X 線の解説角、λ は X 線の波長になります。測定に得られる X 線解説パターンは物質に特有であることから物質の同定が可能となります。またパターンを詳細に解説することで結晶構造を解析することができます。ただですね、1次元の X 線解説だと幅広い2次元の様相というのを調べることが難しいので、実際にはですね、結晶配光の評価方法として2次元微小角入射 X 線解説といった手法を用います。これ 2DGIXD と呼ばれます。資料表面に浅い角度で X 線をスレスレに照射し、薄膜の薄い資料からの解説を効率的に検出する方法となります。こちらのように X 線をこちらから入射し X 線解説を行うということになります。資料由来の X 線解説は入射 X 線方向のに広がった円錐状のに広がる、これをデバイコーンと言いますが、このデバイコーンというのを、2次元の検出器で平面投影してデバイリングを観察することになります。
このデバイリングは、結晶の配光性の情報が含まれますので、まあ、二次元の分布、まあ、結晶配光を評価することができるということになります。さて次に結晶の配光ではなく分子の配光をどうやって調べればいいかということについてお話したいと思います。そのためには赤外分光というのを用いることになります。物質に赤外光を照射すると分子の固有振動に応じた吸収が生じます。吸収された波長と強度を分析することで物質の導体や感応器の評価を行うといったようなことです。まあ光源から光が入ってくるとサンプルで分子振動を行ってそれを透過して赤外吸収スペクトルを観察するといったような方法になります。バルク資料の結晶スペクトルはランベルト・ベール法則に従って複数の分子振動による吸収の重ね合わせになります。また薄膜資料の吸収スペクトルは繊維モーメントと電波の内積が急行動に支配するいわゆる表面選択率です。まあ、こういったことによって分子の感応器の配光評価に応用が可能となります。では具体的によりもう少し分子の配光の評価法について述べたいと思います。そのためには P 変光多光入射分解分光法という方法が用いられます。この方法は、まあ、通称 P メアーズと言われています。仮想的に縦波分光計測が可能となるために面内のみならず面外振動が把握することができます。この手法は京都大学科学研究所長谷川武先生が考案した手法となります。実際に赤外光に対してこちらに示したように傾けて資料を配置し入射面に平行な変光 P 変光の光を照射し複数のですね、こう入射角で分光を行います。そして得られたスペクトルを大変量解析することによって面内のスペクトルあるいは面外方向のスペクトルに2つに分離することができるということになります。こういったようなことで面内のスペクトルと面外のスペクトルの強度比を比べることによって分子の配光というのを調べることができます。では具体的な事例について紹介したいと思います。我々は静膜温度の異なる有機薄膜を準備しました。具体的にはシリコン基板の上に、まあ、酸化シリコン SiO2 膜が、あってその上にペンタセン薄膜というのを定着したものを用意しました。静膜温度が低い場合から高い場合ですね、まあ、4つのサンプルを用意しました。これを原子間力顕微鏡 AFM 像 で観察した結果についてここに示しています。温度が低い場合から高い場合によって表面のモフォロジー形態が変わっていることがわかるかと思います。まあ、一般的な傾向としましては温度が高くなれば高くなるほどその結晶の粒結晶粒が大きくなっているということが見て取れるかと思います。それではですねこの俺らのサンプルに対して先ほど説明しました 2DGIXD の解析結果について報告したいと思います。実際ペンタセンの結晶というのはこういった結晶を持ってましてこちらの方向のこの面が001面になります。温度が低い場合ですね001、解説スポットがこちらに現れています。静膜温度を上げたサンプルになりますとちょうど001スポットがこちらに現れるようになっていますのでこれから水平方向から水平プラス垂直方向垂直方向にまあ多少広がって、垂直方向に結晶が配光しているということがわかるかと思います。ちなみに253度とこの隣のより高い温度の場合ですけれども、このスポットに多少広がりがこちらでは見られますけれどもこちらの場合はあまり見られません。これは何を意味しているかというとより結晶性が良くなったということを示せるかと思います。次に P メアーズの結果についてお話したいと思います。P メアーズで、こちらはですね先ほど言いましたように IPOP と、それぞれですねスペクトルを分離して得たスペクトル像です。この IP ですねと OP の、ピークの強度比からこちらに示しましたように、分子の配光というのを決めることができます。まあ、詳しくは述べませんけれども静脈温度の増加に従って水平方向から垂直方向へ段階的に
あの分子配光が変化しているということがわかるかと思います。まあ、こういったようなこと、あるいは AFM 像、PMEA 像、そして先ほど示しました、2次元の X 線解説、これらを3つ合わせて、このような、白膜形成過程のモデルを作りました。ここでは詳しく説明しませんけども、これらの3つの手法を組み合わせることによってこういったモデルっていうのができるかと、まあ、メカニズムを理解することができるというふうに考えています。具体的に詳しい話は、まあ、こちらの2つの論文を参考にしていただければと思います。次回はマテリアルズインフォマティクスについてお話したいと思います。ありがとうございました。